シークエンサイトモのラジトモ。この放送は私シーケンサイトモが毎週毎週気になる時事ネタ、気になる事象などについて45分近くダラダラと喋っていくラジオ風番組となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風大丈夫でしたかね。なんだかんだ言ってね、東京在住で東京生まれ東京育ちの僕としては台風って舐めてるんですよ。これなんでかっていうと、東京で台風がとんでもない被害を及ぼしたことって僕の知る限りないんですよ。ちょっと今帰ってきたところで疲れてるんで飲み物飲みますね。飲んどきよって話だよね、回す前に。ないんですよ。だから結局まあないだ大丈夫だよなと思って、でもすごい来るって言うじゃないですか。であれびっくりしたんですけど、先日ですね、寺門ジモンさんのライブにネイチャートークっていうライブに呼んでいただいたんですよ。で僕もう大好きなんですよ、ジモンさんの。実家に住んでた時は家族3人で肉専門チャンネルとか取材拒否の店とか録画してみんなで見てたりとかするぐらい一家でジモンさんファンだったっていう。もう昔なんかそのアンリがぼる塾のアンリがうちに来てみんなで飯食った後に、その時に肉専門チャンネル見て、でその後じゃあねっつって帰って2人で歩いてた時に、あれはなんでみんなであれを見てるのって疑問に持たれるぐらい、なんか僕らって本当家族で肉専門チャンネルとか取材拒否の店を見てたんですよ。で不思議でしょ、本当に。なんかそれぐらいなんか大好きだからこそもしかしたら出会えたのかなって、直樹マンと一緒にウザチャンネル出してもらいまして、そこからよかったらライブ出てよって言ってもらってライブも出させてもらったんですよ。で本当にありがたいつながりだし、まさか自分が見てた人と共演できるとは全く思わなかったん でびっくりしたんですけど、まあそれはさておきまして、台風の話題に戻りますが、なぜ東京は台風がまあ来るぞ来るぞと言いつつそんなに大したことないのかっていうと、台風がその右回りにぐるぐるぐるって曲がっていってそれていくにあたって東京に暴風域がぶつかることっていうのがないらしいんですよ、構造上。今回の台風に関して。だけどなんでじゃああんな風にやばいことになるぞって言ってるかって言うと、あれは千葉県の外房とかギリギリ暴風域に当たるかもって人たちに向けての発信っていうのを、まるで東京とも同じような影響を受けるかのように、報道してるらしいんですよね。てか恐怖を煽った方が数字が良くなるんで、だから実際東京でそんなにとんでもないことにはなんないんですよと。でだからこそ僕は今日ライブやりましたって言ってたんです。そうなんですよ、そのネイチャートークっていうライブ、台風直撃当日だったんですよ。すごいでしょ。僕声優の細谷さんとユニバーサルのね、ハリーポッタースタジオ、もともと豊島園があったとこにあるとこに昼間遊びに行って、それから渋谷行って、細谷さんも見に来てくれて、でネイチャートーク出させてもらいまして、それでその後終わったんですけれども、なるほどなーっていろんな学びがあるなーと思ってめちゃくちゃ面白かったです。本当にネイチャートークもう、配信はないんだけれども、ぜひぜひまた来たら、配信では絶対言えないような話とかいっぱい出てたんで、また開催されてると思うので皆さんぜひ遊びに来てください。また僕も呼んでもらえたらいいなというふうに思ってます。で、今日の話題なんですけれども、今日ねすごいことに気がついたんですよ。すごいことに気がついたんですよって言っておきながら、そんな大したことじゃないです。そんなにマジでそんなに大したことではないんですけど、まあ今日のは多分僕の話これツッコミどころ満載だと思います。なんでコメント欄でこいつは何も分かってないとか、これが抜けてますよとか結構出てくると思う。まあそういうのも踏まえた上でなんとなく楽しみながら読んでください。僕より知識人の人ばかりが見てると思うので、多分僕も間違ったこといっぱい言うだろうなと思うので、その辺は訂正してもらえるとありがたいです。ただ一個思ったことがあったんです。先週ね、僕幸福度が高いんですよみたいな話をしたと思うんですよ。ストレス値がそんなになく高くなくて割と楽しくやらせてもらってるんですみたいな話をしたと思うんですけれども、そこの派生で、なぜ
ストレス値が低いのかの話を僕の恩人の人を、引き合いに出して、こうこうこういう理由ですごくストレス値が低く設定されてるんですかもしんないですねみたいな話をさせてもらったんですけれども、もしかすると日本人のストレス値が高い、もしくは不安になりやすいのはこれが理由なんじゃないかっていうのを見つけたんですよ。もしかするとっていうね。で、これ何かっていうと暇、これなんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。これは危ないよ、危ないけど、まあ一応話させてもらうね。で、僕まあ、結構バイトをしてたりとか、もともと芸人のネタ書きをやってた時とかは死に物狂いでネタ書いてたりとかして、まあ言い方あれなんですけど、いつの間にか一日が終わるようなルーティーンだったわけですよ。でそこからちょこちょこ本業というか、まあ本業って言い方で合ってるか分かんないけど、一応吉本さん通したお仕事をたくさんいただけるようになったり、 YouTube やるようになったりとかして、自分の仕事で結構いっぱいいっぱいになるぐらいたくさんやらせてもらうようになったんですね、いろんなことを。ただそのいろんなことやらせてもらうようになった後も、いろんなことやらせてもらうようになる前も割と忙しかったんですよ。ずっとなんかずっと忙しかったんですよ。でこれね、忙しかったって割と僕大事なんじゃないかなってちょっと思ったんです。やばい、喉乾いた、さっき飲んだばっかなのにごめんなさいね、ごめんなさいね。どういうことかというと、結構さ、例えばバンドマンとか、最近だとどうなんだろう、俳優さんとかアイドルさんとか、あとまあもちろんお笑い芸人とか、何年も何年もやってて飯が食えてんのか食えてないのかみたいなところまで行くと、あんたもいい加減将来のこと考えなさいとか、なんか大丈夫なのみたいな風にいろいろ言われる時代になってるじゃないですかね。まあいろんな自由業があるっていう時代だからこそ、この言葉を親世代に言われる人って結構増えてきているのではないかなというふうには思うんですよね、個人的には。でまあそれはまあ確かにおっしゃる通りだなって思うんですけど、ここからが非常に暴論です。もうツッコミどころ満載、早友はバカだっていうふうに言われて叱るべきだと思うんですけど、聞いてください。将来のことを考えることの意味ってほとんどの人間ってないと思うんですよ。ほとんどないと思うんですよ。例えばなんだけど、例えばですよ、小学校中学校とか高校で、今から一生懸命勉強して医師免許取ったりとか、会計士の資格取ったりとかね、弁護士になろうってなったりとか、まあいろんな資格を取るとか、宅建とかね、何か取ろうと思っていろいろ進めていきました。で勉強しました、いい大学入りまして、資格取りまして、その先大人になりましたって計画的に準備できてる人はすごいですよ、確かにすごいんですけど、じゃあそうならなかった人たちが小中高とかで具体的な道筋と計画っていうのを立ててやってたかどうかって別じゃないって思うんですよ。やってたかどうかってその人次第だと思うんですよ。でしかも今ってネット社会だから、僕らが思ってる以上に若い世代って頭いいんですよ。子供世代とか20代の子とか、僕の周りで20代の子とかと喋ってると本当に頭いいなと思うんですよ。もう僕なんかが言えること何にもないじゃんっていうぐらいいろいろ考えてるし、面白いし、頭もいいんですよね。わかんないよ、その社会全体の20代と喋ったわけじゃないけど、僕の周りは割とそうなんですよ。すごく楽しそうに人生歩んでたりとかして、でいやすごいなーって思うんですよね、見ていて。ではそれはそれとしまして、とにかくですね、その若年の段階で計画的に何かやっていれば、分かっていれば、やっていればって言うんだけど、やんないんだって結局のところ。やる人っていうのは元から分かってようが分かってまいが自分でやるんですよ。
例えば昔は起業の仕方とかって分かんなかったし、何の資格取ったらどこでどういう職種につけるのか分かんなかったけど、今 YouTube とか SNS がこれだけ発展している状態で、なんとなく分かるじゃないですか。いろんなもの見た、次はこれだこれだ、これをやればいいんだな、これのが儲かってるんだな、みんなこういう仕事についてんだなって、なんとなく可視化されてますよね。でその方法も Google に聞きゃ一発で分かるわけじゃないですか。だからなんとなくみんな漠然と分かってるんですよ。でそんな中で、あとは子供たちが大人がやってほしい選択を取るかどうかだけの問題なんですよ。大人はさ、親世代からするとどうしてもやっぱり安定した職についてほしい、そこそこお給料がもらえて幸せな人生を歩んでほしいって子供には当たり前ですけど思うわけじゃないですか。だからまあさっき言ったような資格を取っていい大学出ていい、なんて言うんですかね、いい人生、社会的に言ういい人生を歩んでほしいなっていう願いが出てくるのは非常にわかります。だけどやってほしいかどうかと実際にやるかどうかっていうのは全く別問題なんですよ。で本人に恐ろしいほどの計画性とか将来性があって、今努力できるポテンシャルがあるんだったら、今努力できる IQ の高さがあるんだったらやるけども、そうじゃない人に関してはどれだけ可視化されてようがやんないんですよ。でやっときゃよかったな、こうやれば俺も結構いいとこ行けたのに、あん時にもうちょっとやっとけばさ、みたいないろんな、なんていうの、愚痴とは言わないけど、いろんな問題みたいのが発生して出てくるようになってしまうわけですよね。うん。で、そこから、まあ、何が言いたいのかというと、そのやるべきとされてた選択肢だけが正解だったかのように見せられるんですよ。俺ね、今結構社会で問題っていうとなんか偉そうなんだけど、なんて言えばいいかな、結構しんどくなってる理由ってそこに集中してるんじゃないかなと思ってて、社会でいう正解回答みたいのがあって、それができてるかできてないかっていうのの人間的な差っていうのを見せられてしまうからこそ、そうなれない自分に嫌気がさして、でも正解ルートがあったことは分かってるから自分は安全に身を守れる状態のところに閉じこもり、人のことを卑下するっていう状態になるんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですよ。感想です、個人の、違うかもしれません。で話はぐっと戻るんですが、僕なんていうのは結構ろくでもないやつなわけですよ。だってさ、20代半ばとか後半に差し掛かっててさ、で売れてもいねえのに芸人ですなんて言ってさ、でアルバイトばっかりしてさ、親にも周りにもいろんなところに不安を与えてさ、で不安定な仕事ふわ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 バイトしながらやってさ、で今日は受けた今日は受けなかったなんて言ってるけど、別にそれは社会の誰にも、反映されてないわけだし、興味ないわけですよ。でお金にもなってないしね、うん、だけど非常に楽しく人生を歩ませてもらっていたんですよ。でそれはなんでなのかっていうと、おそらくこれになりたいんだってっていう将来みたいなものに向かって突っ走っている人たちと同じ熱量で何かができてたからなんですよ。とにかく好きだった、ちっちゃい時からやりたくてしょうがない職業についてでデビューして、でその場でいろんなことやってうまくいったりいかなかったりとか、いろんなことを繰り返していって、紆余曲折ありまして、そこそこのところにたどり着いたりできるようになってきた。でもまた落とされた。なんだかな、周りの人間を見ると駆け上がっていく人がいるな、置いてかれてるなとか思っても、それでもがむしゃらに頑張れた。なんでかっていうと、自分が頑張れるっていう、好きだっていうエネルギーがあったから。やれてた理由っていうのはものすごく単純明快で、好きだからだけなんですよ。その仕事がすごく好きだったから、誰に何て言われようと全く気になんなかったし、がむしゃらにできたりとかしたっていうところがあるんですよね、僕の中では。
で結論確かに王道でそっちの道で芽は出なかったですよ。おそらくその芸人ファンの人たちからすると俺なんていうのは本当にボロカス言える対象みたいな感じなんじゃないかなっていうふうに思います。何も成果出なかったしね。でも個人的にはその時頑張っていたがむしゃらに何かやっていたっていうのが今の人生に尋常じゃないぐらい役立ってるんですよ。すっごい役立ってるんですよ。例えば今僕は YouTube の編集なんかやりたくないわけ。全部自分でやってるけど、今月に 1、2本ぐらい任したりしてるけど、毎日更新のほぼ全ては自分でやってるし、内容題材も自分で考えてるし、何をどう伝えようかなも自分で考えてるんですよ。でもこれができるっていうのはなんでできるんじゃいっていうふうに考えたら、何の才能もない段階からお笑いが好きだっていう思いだけでがむしゃらにやっていたあの数年間があったからできるんですよ。自分で言うのもなんだけど、台本なし即興で撮ってて、今自分が伝えたいことをとにかく伝えるんだっていうことをやっているだけの YouTube にしては上手な方だと思うんですよ。正直みんな自分ができると思い込んで始めるけど、全然実はできてなくて、客観的に見ると本当にめちゃくちゃ下手くそに喋ってしまっている人とかって結構多いじゃないですか。最近そういう YouTuber さんいっぱい出てきたし、まあそれはそれで全然いいことだと思うんだけど、やってみることっていうのは大事だからね。僕もこの何年間やり続けてきた、あ、だいぶ上手くなったなって自分の自己成長みたいのを感じたりできるから、やり続けることっていうのは大事だと思うけれども、とはいえ最初から演者と同じようにうまくやることっていうのはできない。ちゃんと喋りが上手くなる土台のところに立ち続けて上手くなってからやり始める、もしくはカット編集みたいな感じで上手かろうが下手かろうが上手に見えるっていう手の込んだ編集っていうのを頑張って作る、この2つしか方法っていうのはないわけですよ。でその中で僕はそんなに手の込んだ編集をしなくてもそこそこに聞いてられる喋りっていうのができるようになったのは絶対にその最初の数年間のおかげなんですね。でこれを惰性でやってたら、なんとなく芸人 やりたいって言っとけば社会の労働とか停電です、なんとなくやってます頑張って芸人って言っとけば社会の過酷な労働とかから逃げれるっていう程度でやってたら、おそらくこの何かで取り立たされて世の中にちょっと知ってもらうっていう機会を得たとしても続かなかったと思うんですよ。だからまあなんだかんだ言ってテレビに出させてもらったのがもう4年前とかになりますけど、5年前かもう5年前になりますけれども、5年前から5年間何らかの形でいろいろ走り続けてこれたのはその手前が楽しかったからだと思うし、楽しかったと思えていたからストレス値も低くできていたと思うし、がむしゃらに割と走れていたのではないかなっていうふうに思うんですよ。なので何が言いたいのかというと、社会的な成功ルートみたいなものっていうのに沿ってなかったとしてもその先っていうのは何かの役に立つよっていうのは言いたいんですよ。これ伝わるかな、俺の喋りが下手で全然伝わってなかったらどうしよう、ごめんなさいね。さっきうまいよねとか言っときながらめちゃくちゃ伝わってない、何言ってんだこいつみたいになってないといいな。大丈夫かな。まあ、正直何でもいいわけ、やることっていうのは本当に何でもいいんですよ。例えばだけど、例えばだよ、おっさんとかおじちゃんおばちゃんとかが TikTok で若い中高校生の女の子とかが1分30秒とか1分ぐらいのダンスをこうやって踊ってすごいバズってるっていうのを見て何これって言ってたとしたって、いやいや、じゃああなたたちはこの短時間でこれだけ大バズりできるコンテンツを作れるんですかって聞いても作れないわけでしょね。つまりネット空間上とかその大人に卑下されたとしてもあなたがその実績を残してるっていうのは確かであるっていう自信を持つべきなんですよ。若い世代の子たちっていうのはこれで大きくバズれたんだ、じゃあ次はこれを生かして何かできるんじゃないかみたいなこととか、そういうのが作れたんだっていうこと、それそのものっていうのは自信を持っていいことだと思うし、それを作り続けることに対して喜びっていうのは生まれていくし、作り続けることができたらもうそれは別の分野でもクリエイターになれるってことですよ。
例えばだけど1本だけ100万再生とか TikTok でされる動画を作るっていうのは、うん、もしかするとまぐれあたりとかになってしまうかもしれないけどさ、2本3本4本5本とかって作れて、中には数千万再生されてる TikTok 動画を作ることができたんですっていう風になっていったとしたらさ、それってもうさ天才的じゃない？仮に TikTok をやっていない人間はおそらく誰も知らないと思いますよ、その人のことをね。でもそんなものは関係ないんですよ。そんなものはあのメディアが一挙集中していた時代のまあ偉そうな物言いなだけであって、今じゃあ同じクリエイティビティを皆さん持ってるんですかって言うと持てないわけじゃないですか。なのでこうやって実績を残しつつ何かがむしゃらにやり続けるみたいなことっていうのは後々の何かに役立ったりするものなんですよ。なので僕は今好きなことっていうのをとにかく暇なくやり続ける、でそれが楽しいと思えるようにやるっていうのがめちゃくちゃ大事なことなんじゃないかなっていうふうに思うし、実はそれが無駄なことであるっていうのは何もないんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。なんかさ、その日本人ってさ、人に大きなおせっかいをするってっていうのがすっごい多い気がすんの。俺もうね、申し訳ないんだけど、何かその余計なおせっかいみたいなことを言ってくるものに対しては、身近な人だろうが遠い人だろうが、あのうるせえよっていうふうに思っちゃうんだよね。なんかうるさいよっていうふうに思っちゃうの。そういうのはなんでかっていうと、大概のことは自分で分かってんのよ。自分で分かってることを改めて言い方変えて、嫌味な言い方だったりとか、なんか鼻につく言い方で言ってくるっていうだけで、大体は自分でも気がついていることっていうのを言われるわけさ。でもそれを相手はしてやったりだ、お前のためなんだみたいな感じで言ってくるパターンっていうのが非常に多いんですよね。でもそれに関して俺はもううるせえよっていうふうに思うわけで、それはなんでそう思うのかっていうと、それはあなたは相手のためを思ってみたいな感じで言ってるかもしんないけど、単純に嫌味を言っているだけだし、別にあなたに言われても何にも心には響かないですよっていうふうに思っちゃうの、俺はね。でそうじゃないでしょと。人に何かを言う時っていうのは基本的には背中を見せてあげないとダメなの。これは男っぽい意見だ、そんなのは古臭いって言われるかもしんないけど、正直今も昔もこれに関しては僕は変わってないと思う。人に何かを言う時っていうのは背中を見せるもんなの。背中を見せるっていうのはどういうことかっていうと、先に証明してやんないといけないのよ。何か悩んでるんです、困ってるんです、何か始めたいんですって思ってる時っていうのは、口でバーって言うんじゃなくって、こうやるもんだぜっていうのを現在進行形で、だ昔の酒飲みの おじちゃんみたいなさ、俺は昔はすごかったんだみたいなのじゃなくて、あ、こうやったら人生って楽しいよとか、こうやったら仕事ってうまくいったりするもんだよとか、これこういうこといっぱいやってるとそのうち何かが引っかかったりするもんだよとかっていうのを自分で動き回ったりなんかして背中で見せてあげた時だけに、本当に頑張ってる子とか賢い子っていうのはすごいなっていうふうになるわけ。口でバーって言ってすごいですねって言ってくるのは詐欺師に騙されてる人みたいなもんだからとか、口でバーって言って浸水してくるっていう状態の人っていうのは、浸水してくる人は頑張りたい人じゃないのよ。傷の舐め合いがしたいだけの人なの。なんとなくこの人と一緒にいたら自分もなんかすごくなった気がするっていう風になりたいっていう人なのよ、これは。ちゃんと今の自分の時間っていうのを有意義に満たしたいと思ってる人っていうのは、どういうものを参考にするかっていうと、背中を見せてくれる人なので、芸人の世界っていうのは基本的には背中しか見せないんですよ。
わかんない、東京はなのかもしれないけど、俺もすごい尊敬してる兄さんが何人かいるし、でその人たちっていうのは別に酒の場に行ってもいやお笑いってなーみたいな全く言わないわけですよ。すごく楽しく飲んで、でそれを舞台に持って行ってすごく面白く表現する形を変えたりとかしてっていうのを見ていって、かっこいいなすごいなとかっていう風になるわけ。例えばだけど、この間ダチョウ倶楽部さんのそのネイチャートークにね出た時に肥後さんが出られたわけですよ。リーダーが出られて、で後ろだともうすごい静かなんですよ。よろしくね、ありがとう、うん、ありがとうありがとう、よろしくね、こんな感じです。なんだけどいざ本番始まりましたで肥後さんが最初バーって出られていった時、ものすごい張っても声張ってものすごい回して誰よりも爆笑を取るんですよ。でお客さんもドカーンと受けてすごい会場温まっていて、で帰りバッと終わったらはけてきて、ありがとうお疲れって言って静かに帰っていくわけ。かっこよくないですか。こういう姿を見て僕らはすげえなーっていう風に思って、どうやったらああなれるんだろうをいろいろ模索するわけで、それに正解回答なんかないんですよ。何かの資格を取ったらうまくいきますよとかね、どこどこで何の会社始めたら絶対成功しますよとか、そんな正解はないんですよ。どうやったらリーダーみたいにものすごくかっこよく男の背中っていうのを見せられるもんなのかっていうのは分かんないんだけど、でもそれになりたいからいろんなことっていうのを無駄なものもあるかもしれないけれどもがむしゃらにいろいろやってみるんですよ。で最後それが掛け算できるタイミングとかっていうのが現れた時に、ああ無駄だったと思ってたけどすげえやっといてよかったなっつって全部集大成になって実っていったりするものなんですよね。でそれで蓋開けて俺結構成長したかなって、その先を走ってる先輩見るとまだまだ遠いみたいな、これがあるから人間は頑張れるし成長できるし幸せなんじゃないかなって僕は思うわけ。だからどれだけそのこれがいいよって言われたとしても背中を見せてくれない人に関しては俺は何にも思わないんですよ。俺はね、あとは皆さん知らないですよ。こんだけおしゃべりばっかりバーって喋ってる俺みたいなチャンネルを見ててどう思うか分かんないけど、でもそれが素敵なことなんじゃないかなっていうふうには思うし、先日僕も生配信をしてて、ちょっと落ち込むべき、 YouTuber としては落ち込むべきことなのかもしんないけど、僕はいいなって思ったことがあって、っていうのが僕の YouTube っていうのは基本的には依存型ではなくて巣立ち型であると。要は僕の YouTube を見ることによって幽霊なんかそんな怖くないんだとか、こうやっとけばお祓いできるんだとか、あ人生ってこう考えたら楽しくなるんだとか、あ今度どこどこ行ってみようみたいな風になったりとか、自分の実人生豊かにしようってなってだんだん見なくなって巣立っていくんですよみんな。でそれを生配信で言ったら確かにってコメントがめっちゃ来てくれたんですよ。で、あ、やっぱ見てる人そう見てくれてるんだなと。要はすごい依存して毎日毎日見るっていう僕にその理想の早友みたいのを押し付けている視聴者さんではなくって、あ、こういう考えが共有できたな、これは早友間違ってるな、あ、これはいいこと言ってるかもなとか取捨選択してなんとなく感覚共有して自分の実人生豊かにして最終的には YouTube をそんなに見なくてもいいかなっていう実人生が豊かな方に歩み始めていく。そうなんですよ、さっき僕が言ったのと同じで、あの自分の人生が豊かになっていくと暇を潰す時間がないんですよ。僕もだけど一人ブラック企業みたいな生き方してると、YouTube をだらーっと見る時間とかっていうのがそもそもなくなっていくんですよ。でもそれでいいと思ってるんです僕。僕の YouTube を見てる人は最終的にそうなってくれたらいいなみたいな風に思ってるんですよ。だってそれでさ1年2年見てないけど、例えばどっかの街中ではハヤトモだと思って見て、いやありがとう前昔よく見ててすごいいろいろ共感したりとかして面白かったんですよとかって言ってもらえたら、なんかそれだけでああやっといてよかったっていう風に自分の中で思えたりとかするから、なんかそういう感じでいろんな人がじゅんぐりじゅんぐりしていくっていうのが、なんとなく人生って割と豊かになるんじゃないかなって僕は割と思うんですよね。だからさ、これまあそんな古臭いって確かに思われる方もいるかもしれないんですけど、じゃあ逆にですよ、
逆に専業主婦の奥さんに対して外で働いて飲んだりとかして帰ってくる旦那さんが帰ってきて、いいかお前家事っていうなっつって洗い物とか料理とか洗濯に対して物言ってきたら、めちゃくちゃ腹立ちません？なんじゃこいつ外ほつき歩いて ブラッと帰ってくる癖しやがってるときに思いません？でしょ？思うでしょ？俺は昔一人暮らしの時は家事やってたからわかるんだよみたいに言われてもさ、いやーまあはいみたいな、そうですか、それとはだいぶ違うんですけどねみたいな風に腹の中で思うけど、でもさ、それはさ、まあ、奥さん頭いいからさ黙って聞いてる人もいるかもしれないけど、ぶっちゃけ腹立つでしょね。俺だったら腹立つもんから、それが割と楽しく循環していくサイクルの一個なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なのでまた話はぐーっと戻るのですが、あの大人の世代が思う安全な勉強の将来設計みたいなものっていうのはあるかもしれないけれども、それをやるかどうかっていうのはぶっちゃけ最初の方で決まってる。で後半の人生になって暇で毎日不安で、もう夜も眠れなくて大丈夫かな大丈夫かなって不安ホルモンでストレスで押しつぶされるみたいな風になるよりは、毎日毎日が意味があるのかないのか、無意味なのか有意義なのかは別として、忙しく自分がやりたいことを楽しく全部詰め込んでガーッと走り回ってる方がよっぽど幸せだし、気がつくと将来何かの役に立ってたりするもんだと思うんですよ。でお金っていうのは正直今このご時世この時代に なってきたら何がお金になるかってもう分かんないです。はい、マジで分かんないです。例えばですけど、この間のね、あの看護の社長さんと話した AI が進歩していった近未来の医療っていうのはどうなっていきますかねって言ったら、血液検査とか血中酸素濃度とかの検査とかでその人がどういう状態なのか、どんな薬が必要なのかっていうのを処方するっていうのは全部 AI がやった方が正確性が高いと。要はお医者さんが何なんじゃないかなって予測立てるよりも、今までの蓄積データっていうので出した方がよっぽど確かなものが出せるから、やぶ医者っていう存在がいなくなるから絶対 AI にした方がいいですよねってなってくると、まあ一部のそう処方する人っていうのはいらなくなっちゃったりとかで、これを言い始めると割とフィジカルを必要としていない人間の労働っていうのは結構 AI に置き換えれるようになってくるし、 AI に置き換えちゃった方が正確だし楽ですよね、正直。だから僕らの世代ではすごくトップを走っていた大金持ちだった職業とかっていうのも必要なくなってくる可能性っていうのが非常に高いんですよ。だいぶ時代が変化するわけで、 AI 自身もどんどん変化していくから、正直まあ今の仕事っていうのが数年後いくつ残ってるかっていうのって分かんないわけよ、マジで。で分かんない中で安全安心安牌なものっていうのを求めてもしょうがないでしょ。なぜなら安全安心なものなんてないんだもん。だったら何をやっておくべきなのか、何やったらいいんだろう、正解ルートがない、分かんない、不安だ、どうしよう、何もやりたくない、暇だ、X で誹謗中傷しよう、クソリプを送ろうみたいなこととかってなってくるよりは、とにかく何でもいいから今等身大の自分ができる自分がやりたいことっていうのをがむしゃらにガン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 やってみるっていうことの方が一番幸せなんじゃないかなって思います。でもちろん社会全体の幸福度を考えるんだったら、考える暇がないぐらい国民を忙しくさせてあげて、ちゃんと将来に不安を持たないように昔の、だんだんお給料が上がっていくシステムっていうのを採用して、ちょっとずつお給料が上がるような座組みにしてやってあげれば、うまくいくと思うんですよね、正直。
けどそれができるかどうかっていうのは国政とか財務の問題があるから僕にはちょっと門外観なんで、まあそれは別として、まず第一条件として今自分たちでできる幸福度の上げ方というか不安の減らし方みたいなものっていうのは、できることを隙間なくやり続けるで考える時間をなくす、今その場でやっていることを全部全力で考えれるようにする、今俺はこれは何を表現したいのかな、例えばですけれども3分ネタを作るっていう風になった時に3分間で起承転結があって面白いことっていうのがいくつか散りばめられてて、ピンネタだったらどこで始まってどこで最初の笑いがあって、つかみは動きなのか目つきなのか顔の雰囲気なのか喋りとかワードで入れるのかどうやって入れようかなみたいなこととか、いろんなことを考えたりとかする。でもそれを考えてるのは楽しいじゃないですか、だって好きなことやってんだもんね。でそれは例えばだけど、最初にこの場面でこういう表情をしたらウケるかもしれないなとかっていう風なことを考えて、いざやりました、ドーンってやった、ウケませんでした、こうなったらこの考えてた時間含めて結果論だけで聞くと無意味だった時間ですよね。でも無意味じゃないんですよ、もっと広く考えると。なんでなのかっていうと、あ、これはウケないんだって自分でわかるでしょ。お客さんの前でやってバッてやってウケないってなったら、なん、あ、これってウケないんだっていう学びになるし、逆に言うとめちゃくちゃ滑ったとしてもなんでウケねえんだよ、これ絶対面白いだろうって感じるっていうのは、あ、俺こういうお笑いが自分がどうしてもやりたいことなんだなっていう気づきになるわけなんですよ。つまり好きなことをがむしゃらにやってそれがやり終えた時間っていうのは無意味ではないってことなんですよ、相対的に見た時に。客観的に社会的に見た時に無意味でしたっていう風になるかどうかっていうのと、自分の中で無意味だったかどうかっていうのは全く別問題なんですよ。つまり社会および周囲の意見っていうのは気にしなくていい、全く気にしなくていい、全く気にしなくていいというかどうでもいい。なんでかっていうと、周りが言ってくることっていうのはどうせ自分で気づくし、なんだったら気がついていることだから。でね、まあまたちょっと愚痴っぽくなっちゃうんだけど、そういうことをポンと言われると気分落ちるんですよ。うるせえなと思って。ああやいのやいの言ってんなって、別に見てる人全員が気づいてるようなことを私だけが知ってますみたいな風に言ってくんなこいつみたいな感じでさ、わーって言われたりとかするとさ、うざいじゃん。あーめんどくさーみたいな感じで、同じ土俵とか同じ立場に立ってくれる人間でも友達でも何でもないくせに、すごいなんか分かった感じで言ってくるし、言うだけ言ってどっか行くなーって、やだなーみたいな感じで思うわけじゃないですか。正直ね、言ってる側は気持ちいいかもしれないけど、言われてる側はどんどん気分落ちるわけですよ。あーしんどい、もうやだ、全部つまんない、帰りたい、しんどいとかっていう風になってくるわけで、そうなってくると人間っていうのはやらしい生き物で、大概の場合他の人間にも同じ目に合わせてやりたくなってくるんですよ。自分が言われました、しんどかったです、よし、あ、じゃあ、あの子にもこういうこと言ってあげよう、もっとこうした方がいいよとか、こういうふうにアドバイスしてみようみたいな感じで、自分が落ちたことによって誰かに言いたくなってしまうもんなんですよ。でそれはもう認識の見旗があるんですよ、あなたのためを思ってっていうね。だけど同じように思われるわけですよ、結局人から、いやあんたに言われてもなーみたいな風に思われてるわけだけど、自分は言ってやってるっていう時間だから、うらーっつってていろいろ言っちゃってるわけ。もう負のスパイラルじゃん、ぐる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 回ってどんどんどん底に落ちていくみたいな状態じゃん、しんどーいってなるわけですよ。だったらだよ、楽しそうなやつと一緒にいた方がよくない？すっげえ楽しそうにしてるけど、実はこいつめちゃくちゃ頑張ってんだよなみたいなやつと一緒にいる方が良くないですか？そこでそいつが頑張ってることっていうのを目つぶって分かんないってやったらただのバカだよ。だけどみんな気づくじゃん、そうは言ってもこの人すごい頑張ってんだよな、一日中働いてるもんなとか、どこで休んでんだろうみたいな、こんなに楽しそうに楽な顔してるけど実はものすごい一生懸命自己管理してるんだよなっていうのは、見ててスケジュールとか仕事の感じとかなんとなく同じ大人だし同じ人間なんだからわかるじゃないですか。でそういう人が次どんな動きするんだろうとか何をやるんだろうみたいのを見て、すごいその発展を楽しむっていう方が僕はいいことなのではないかなと思うし、少なくとも僕はそういう人たちと出会ってからの方が良い刺激を受けるようになったんですよ、自分がね。で明らかに幸福度高くなっていったし、うん、
で、どのタイミングで自分がそういう人たちと出会うようになっていったかなを考えると、自分がそういう風な動き方をするようになってからなんですよ。なので結局は引き寄せの法則で、うちは会社が、上司がとか同級生がとかいろいろ言ったりしちゃうもんなんだけど、日本って組織社会、村社会だから、そういう風に言いたくなったりするもんなんだけど、自分が変わらない限りは結局周囲もあんまり変わんないんですよね。で、どうしてもひどいやつらに囲まれちゃってるんだったら、自分で離脱するしかないんですよ。ドーンと離脱するしかないわけ。なんかね、最近もうライブとか、なんかまあプライベートでいろんな人の話とか聞いてて、まあ僕も職業柄こういう人間なんで、悩み相談みたいのを聞いたりしてるんですよ、いろんな人のね。で、それらを聞いてて、実は僕がほぼ全員に対して思ってることがあるんですよ。それはね、何かっていうと、ああこの人たち自分で分かっているけど、なんとなく理由をつけてそこから動きたくないだけなんだなって思って聞いちゃうんですよ。これはもう申し訳ないんだけどね、もうこれは僕も自分の恋愛的な経験だったりとか、プライベートな経験だったりとか、もういろいろあるから気持ちは分からなくもないんだけど、正直聞いてて、ああまあなんとなく現状維持というか、あまり変わらぬ日々にしていきたいんだな、でもそんな中で環境のせいで私はしんどいんだ、大変なんだっていう風になっておきたいんだなっていう風に聞いてて、結構な人に対して思うんですよ。僕結構思うの。いろんな方のお話を相談されたり聞いたりとかしてて、でそうなるともう僕にはどうしようもできないんですよ。だって僕にはさ、なんか言うことしかできないわけで、あとは俺は楽しくやってるよ、こういう風に動いたらすごくストレス低いし楽しいぜっていうのを見せてあげることしかできない。で YouTube とかで話したりとかやったりとかして、どう、楽しそうじゃない俺の人生っていう風に見せるしかないんですよ。実際ありがたいことに、僕の昨日の、プレミア公開した YouTube で来てくれてる社員の子とかも、すごい楽しい現場で全部楽しくやらせてもらってますって言ってくれるわけで、嬉しいなと思うの。そうすると俺はその再生数回したいとかよりも、とにかくその場にいる全員で楽しかったって思える状態にしたいっていうタイプの人間なので、結構楽しさを優先するんですよ。でそれで飯が食えればいいやっていうふうに思ってるんで、そうするとなんか楽しい方の仕事に、その一緒に頑張ってる社員とかも舵切ってくれて、今度一緒に何々やりましょうよって発案とかもしてくれたりするようになるわけ。そういうのすっごい嬉しいんですよ、僕やっぱり。いやさすがだなって、若くてフレキシブルでいろんな発想に転換して、しかも俺と一緒に仕事することによってなんかいろいろやろうって言ってくれるようになってるのは、何かいい影響を与えれたのかもなと思って、すごいおっさんですけど個人的に嬉しくなったりするものなんですよね。でも何かの理由をつけて結局変わらないんだよね、僕は、私はっていう結論に至る人たちの話っていうのは、どんだけ聞いてももう俺にはどうしようもないんですよ。あ、そうなんだ、現状の大変な感じっていうののままでいたいのね、結局あなたは。あ、じゃあ大変なままでいてください、どうぞどうぞご自由にしてくださいっていうふうに思うしかないわけ。もうどうしようもないんだもん、それ以上は。あとはもう好きに頑張ってください。そんな、もう僕にはもう分かんないです。どうしようもないです。で、結構聞いてると僕も、でも現状をちょっと別にお金とか環境、お金とかっていうの関係なく、何か変えようっていう風にしない限りは変わんないけどな。考えてもさ、どうせ人間なんか大したこと思いつかないんですよ。ポークポークポークチーンって考えてても、どうせね、人間なんかね、全員が自分のこと過大評価してるけど、大した人間なんかこの世にいないんですよ。そんな
俺だって全然大したことないし、何を頑張ってるかって言ったら多分人より労働時間が長いことぐらいですよ。それぐらいだと思う。よく働いてんなと思うよ。でもそれは俺は能力が自分が低いっていうのが分かってるし、動くしかねえっていうのも分かってるし、がむらしゃらにやることを人にやいのやいの言われたってそうやってる方が楽しいし、なんか充実感あるし、何かが動いてることは実感できるんですよ。でそれしかないって分かってるからやってる。でなんか文句あんのって、確かに僕より月収が何倍の何十倍も何万倍も多い人もいますよ。だけど、それが何みたいな感じ。多分その人たちより俺の方が楽しいけどねっていう風に思うしかないわけですよ。そう。だから結局依存からの脱出みたいなものっていうのを試みてみないと、なんか将来設計とか何々みたいになりたいとか、あんま意味ねえんじゃねえかなって俺思います。ぶっちゃけ人生相対的に見た時にあんま意味ないんじゃないかなって最近思いました。なのですごく優秀な、すごく設計立てて小中学校からもう勉強めっちゃ頑張って将来設計できるっていう人は別よ。一番最初に言ってるのはそういう人は別だよ。だけどほとんどの、別に将来設計したところでそこに向かってのプロセスみたいの踏めないっていう一般人の人たちっていうのは、とにかく好きなことがむしゃらにやって何かが当たるのを粛々と待つしかないと思うんですよ。でその待ってる間も楽しいよっていうことが今日はちょっと長々喋っちゃったんだけど言いたかったんです。なので不安を抱いたりとか、もうおしまいだとか、人類滅亡だとかっていうふうに思ってる人、すごい不安ホルモンが多くて日本人もうダメだ、日本は終わりだみたいな、増税メガネだみたいに思ってるかもしんないけど、でもこんな風に発想転換していくと割と楽しいし安全だし豊かな国に生まれてるよっていうことだけ忘れないでほしいな、そんなお話でございました。楽しく考えていった方がね、人生は絶対いい方向に行くし、いい人間が集まってくるし、自分自身のバイブスも上がっていくんじゃないかなっていう風に思うので、みんなで楽しく生きていきましょう。はい、月並みの意見ですけれどもね、これって結構一番大事な気がする。またお会いしましょう。バイバイ。